江ノ島の空中写真。島の東側の大部分をヨットハーバーが占めている様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1988年撮影。江ノ島ヨットハーバーは、神奈川県藤沢市にある、東日本最大級のヨットハーバー。このヨットハーバーは、神奈川県藤沢市の沖にある島。 江ノ島の中にある。1964年10月に開催された東京オリンピックのヨット競技の会場として使うために1961年より江ノ島の北東側海岸にあった岩場を埋め立て1964年にヨットハーバーが完成した。施設は埋め立て地のうち約3300平米にヨット軽流施設を建設し、その中に 鉄筋3階建てクラブハウス、約500台駐車可能の駐車場なども合わせて建設され、またヨットだけでなく2000トン級の観光船なども発着できるように全長115メートルの岩壁を設置し、その場所は水深7メートルまで掘削された。1964年8月18日午前10時にオリンピック関係者や神奈川県知事などを招いて落成式が開催された。 そしてオリンピック終了後に一般人も利用できる施設として開放された。2015年にクラブハウスは改築される。2020年開催予定の東京オリンピックではセーリングの競技会場として2015年6月の IOC 理事会によって決定された。ありがとうございます。